さあ才能きらめくノアの革命児丸藤直道がファンの大歓声に乗って堂々の入場であります。丸藤シングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー丸藤205パウンド丸藤直道丸藤赤コーナー190パウンドレフリーマイティー井上ケンタ。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔をしてますよね。会長もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと返します。顔面を蹴り上げます。ローを打ってまいります。ロックアップフライングメイヤードロップキックを放ってまいります。逆水平組み合います。倒してまいります。ドロップキックであります。行くのか、逆に倒します。レトロ調の技を繰り出してまいります。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。相手を挑発してまいります。ドロップキック、ピンポイントであります。逆に振り返した。顔面へのキックです。ノアのファンを引きつけてやまない男、天才児丸藤直道。まさにその天才的ともいえるセンス、スピードは超一級。リングにきらめき輝いてまいります。さあ今夜もファンのハートをがっちりわしづかみにしていくんでありましょうか。ローキック組みに行きます。返してまいります。的確なドロップキックです。強烈なキックです。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。抱えます。リバースで返します。引き起こします。キックで返します。バックに回ります。あっとうまく切り返した。2カウント、まだ
もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。放っていくのか、対空してのミサイルキックか、ドロップキック、的確であります。腕をフックした、ブレンバスターで投げつける、立たせていく、組み合った、逆に振り返した、キック強烈、いけるか、あと逆に返した、起こした、エルボーを打ち込む、強烈なキック、ガチッと組み合った、コーナーに振って、ナダル式フランケンシュタイナー、雪山相談約1名、今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か、あと逆に切り返した、アップキック、ストンピングを叩き込む、引き起こす、エルボー強烈、ストンピング、一気に決めていった、ガンベールキック、エルボーで切り返す、組み合った、コーナーに振った、あと知らないか、あと返していった、ガチッと組み合った、対角線に飛ばした、出た、スーパー知らない、うまく切り返した、いけるか、コーナーに振った、一気に料理するのか、10分経過、10ミニッツパス、出た、スーパー知らない、片エビに持ち込む、カウント3、テレビ